下げるか一旦5番手に下げていきます。7番の斉藤は現在7番手、さあ残り600の鐘、2番の木村4番手の内側を並走しています。7番の斉藤は7番手で様子を見ているが前に上がっていこうという体勢、9番の伊藤はこれを見てペースを上げる、4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周、さあ9番の伊藤、7番の斉藤、ここは踏み合いになっている、激しい先行争い、9番の伊藤がペースを上げる、7番の斉藤2番手の横で少し苦しくなってきた、9番の伊藤が先頭、2番手は3番の松本がキープ、その後ろは4番の柳、交代する7番の斉藤、4番手には2番の木村、4コーナーから直線、9番の伊藤が先頭だ、追ってくるのは3番の松本、9番の伊藤、3番の松本、松本かわしたゴールイン、最後は松本かわしました。